皆さんこんにちは。10月2日土曜日午前11時を回りました。デモクラテレビ本会議の時間がやってまいりました。さあ今日東京地方ね、台風一過、それから緊急事態宣言明けっていうこともあるのかな、すごいカラッとしたいいお天気でですね、街もずいぶん賑わいを取り戻しているような感じなんですけれども、ここで緩んでいいのかどうかっていうことも含めてですね、今日さまざまな話題をですね2時間にわたって生放送でお送りいたしております。本日の司会は私山口和臣が担当します。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、本日の出演者の方々をご紹介いたします。まずは東京工科大学名誉教授の吉田利美さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。はい。続きまして株式会社 IMA インスティチュートオブマネジメントアーキテクチュア代表取締役で元参議院議員の水野誠一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてメディアクリエイティブディレクターの前北美也子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前北さんはもう朝からなんかパンを焼いていらっしゃったんですか？はい、毎朝焼くんですか？あれ毎朝焼かないとダメなんです。毎朝焼かないとダメなんですね、はい、さっきちょっといただいちゃったんですけど、すごくおいしかったっていうですね、以上のメンバーでお送りいたします。それではですね、毎週恒例のメールなんですけれども、能見市の奥田さんから、届きました。今週は秋の桜と書いてコスモスと読みます。爽やかな秋だなということでですね、こんな素敵な写真いただきました。そしてですね、今週のトーク項目はこのようになっております。まずはですね、岸田新総裁、第100代首相へということです。これに対してですね、2番目の、項目は野党の政権浮揚を、野党は政権浮揚を警戒。首相が変わると政権結構急に支持率が上がったりするっていうのでね、まあ、警戒するのは当然なんだと思いますけれども、3番目がですね、今ちょっと申し上げましたが緊急事態全面解除で世間はどうなってるんでしょうね。4番目、平井デジタル大臣お咎めなし、おかしいんじゃないかって声がたくさん上がっております。そして5番目はですね、メルケル後のドイツを考える、ね、ドイツメルケルさんずいぶん長く首相を務められましたけれども、そして6番目はですね、原発延命へお手紙作戦、というような、以上の6項目になっております。それではですね、ここでデモクラテレビからのお知らせです。まず私の方から、10月7日から10日まで、大阪門真市で開かれる、門真国際映画祭の舞台映画部門に、太平洋食堂が出品され優秀賞を受賞しましたということ。この作品は以前明珍さんの番組で紹介した竹本歩美さんが、脚本を担当された舞台の映画化です。現在映画祭で上映する、全ての作品がウェブ上で観覧できるようになっています。チケットは2,000円、大変お得ですので、この機会にぜひご購入ください。これ多分チケットもね、ウェブ上で買えるんでしょうね、きっとね。また、この秋に放送されたパックアウトミュージックでも、竹本さんが登場されさまざまなお話をされていますので、ぜひご覧ください。そして明日3日の夜7時からアーサー・ビナードさんの新番組、公開企画会議が行われます。こちらもデモクラテレビで生放送しますので、ぜひご覧ください。また皆様からのご意見も大募集します。メールか YouTube のライブチャットでぜひご参加くださいということで、それからもう一つ、前北さんの方から、はい、ジャズ火消し毎月やってます。今月10月23日今月の末ですけれども、土曜日のいつも通りの時間で6時から8時まで、今画面に出てますがゲストは星野ルネさんという、うん、アフリカの方なんですけど、アフリカって言っても大陸はアフリカだけど、日本に4歳の時から住んでて日本語ペラペラで、うん、漫画家なんです。伊勢崎健二さんの漫画を描いているっていう本になったっていうので、その話をたっぷり聞いていきたいなと思ってお呼びしますので、ぜひ10月23日は国分寺 M's にいらしてください。チケットは PTX この QR コードで、ね、はい、はい、飛んで買えますから、ぜひご予約ください。よろしくお待ちしております。はい、お早めにお申し込みいただければ、はい、ぜひぜひ、ね。それではですね、ここで一旦コマーシャルです。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にやった、シリアの、そうです
あの時はこうびっくりして何がどうなってなんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうだから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はねほとんど話題にならなくて、だけどでその流れですいませんメール次の流れて流れてないけどいいですか、すいません、時間短いですね、1時間しゃべるんだっていうのだからもう、はい、次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております。それではですね、早速中身に入りましょう。最初の項目はこちらです。9月29日自民党総裁選が投開票され、岸田文雄前の政調会長ですねが新しい総裁となりました。任期は2024年9月末までの3年間です。岸田氏は丁寧で寛容な政治を掲げて国民に説明して理解を得る姿勢を打ち出していますが、安倍政権の負の遺産森友学園をめぐる公文書改ざん問題の再調査には否定的な考えで、安倍菅政治の継続が選択された形となりました。岸田新総裁は4日召集の臨時国会で第100代、総理大臣に指名された後、新内閣を発足させる予定で、所信表明演説と代表質問の後に衆議院を解散すれば、総選挙は11月7日もしくは14日の投開票となる見通しです。ということなんですけれどもね、この数日っていうか数週間、もう総裁選一色だったんですけれども、まあ、岸田さんの話をする前にちょっと総裁選を振り返って皆さんのちょっと感想っていうかね、聞いていきたいと思うんですけれども、吉田さんから、ずっとこのなんかこうテレビジャックみたいな感じで総裁選繰り広げられましたけれども、まあ、それぞれの方に対する思いでも結構ですし、総裁選全体振り返ってでも結構ですので、ちょっとご意見いただけますか。はい、まあやはりコロナ禍でしたからね、とにかくコロナのことよりもやっぱり総裁選に皆さん躍起になってらっしゃるなっていうのがやっぱりすごく印象とか、でもその中でやはり自宅待機の方がね亡くなったりというかとかそういうことが続いたわけですから、やっぱりちょっと自民党 その総裁選報道に関してもやっぱりちょっと騒ぎすぎてるんじゃないかなっていうね、私は印象を持ってました、それからそうですね、結局自民党の中でこう派手に、いろんなことを、まあ、ある意味でパフォーマティブにこう見せて、そして、いろんな自民党にはいろんな声があって、そういう意味では国民を代表できるんだっていうね、そういう一つのこう戦略でもあったのかなっていう、それにメディアがかなり乗っかっちゃったんじゃないかっていう ね、感じがしています。そうですね、一つはね、その自由民主党っていう党の政党 その総裁を選ぶということは、まあ、こう議員内閣制の中ではですね、事実首相を選ぶということで多分いろんな人が注目するんですけども、とはいえこうとはいえとはいえこうよくよく考えてみると、まあ、所詮は ある政党のトップを選ぶというそういう選挙だったと思うんですけど、水野さんどのようにご覧になってましたでしょうか。たまたまね昨日ズームで、こういう本の出版記念の、はい、提談があったんですよ、これ、白金猿っていう名前なんですが、要は、白井聡、金平茂樹、はい、それから猿田紗友というね、はいはいはい、3人が、いろいろ言いたい放題言っているという本で、大変面白い本なんですけ ど、これのね出版記念で、まあ、その3人がそれぞれまたいろいろ話をしたという中で、金平さんがねやっぱりマスコミの立場からこの今回 その総裁選っていうものがね、はい、なんか非常に何ていうのか、もうその非常に、まあ、そんなに国を挙げてマスコミの報道すべき話じゃないんじゃないのというようなね立場でお話をしていました、まあ、それと同時にやはり岸田さんが選ばれた過程というのがねやっぱりなかなか興味深い話で、これは白井さんが相当詳しく分析をして話をしてくれてたんで、はい、まあ、これ後でちょっとお話ご披露してもいいかなと思うんですけど、はいはい、まあ、ともかくねちょっと
騒ぎすぎというか、うん、なアメリカ型のそのなんていうんですかね、ああいうショーアップっていうことを意識したのか、うん、知れませんが、まあ言ってみれば一つのね党の中の、うん、まあそういう動きをあそこまでショーアップしてやる必要もないんじゃないかっていう感じはしましたね。そうですね。うん、前北さんいかがでしょうか。もう一言おかしいとおかしい本当におかしい、うん、でもっとみんなおかしいよって言わないといけないし、何が一番おかしいかというとテレビ局がおかしい、うん、テレビ局の放送倫理が壊れてるんだなって思うんですけど、うん、政治利用されちゃいけないし、うん、ましてやこう煽ってるように見えるんですよね。私にとってはもうすごいプロパガンダだし、うん、なんでそんなことにこんなに時間をかけるのかっていう、うん、あの総裁が選ばれるかもしれないけど選挙じゃないんですよ、うんうん、選挙っていう言葉使っちゃいけないような気がしていて。なるほど。だってみんなが投票するわけじゃないじゃないですか、うんうん、そうですね、まあ、そんな勘違いする人いないよって皆さんおっしゃるかもしれないけど、うん、でも勘違いしてる人多いんじゃないですかね、うん、なんかあたかもみんなで選んでるかのような、うん、あの自分には投票権が来なかったけどきっとみんなのところには投票権が来てて選ばれるのかなって思ってる人がいるぐらいなんじゃないかっていう、うん、あの大統領選挙じゃないんだから、うん、でそう言うとね、私がそう言うとそんなこと言ったって国のリーダーを選ぶんだよとか言うから、うん、私選ばないし選べないし、であれ国のリーダー選んでるんじゃなくて、うん、そもそもそういう仕組みがおかしいんだけど、うん、なんかすごく植民地かなって思うんですよね、うん、なんか自分たちで民主主義の国を運営してるっていう意識がないっていうか、うん、なんか植民なんか恥ずかしくてしょうがないっていうか、うん、そんなに植民地でいたいのってすごく思う。もう一人ギャー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 言ってて誰もなんかあのまともに取り合ってくれないからすごい寂しいです。それ以上にあれですよね、コップの中の嵐って言葉がね、はい、あるけど、うん、あれはまさにもう自民党という一つの、まあ、コップの中で、うん、派閥というね、うん、カクテルが、うん、あの作られてるということでしかないんでね、うんうん、まあ、まさに日本全国あの国民からいけば 1% の話でしかないんですよ。そうですね、うんうんうん、ところがね、そこでもう全て日本の大きな方向が決まっちゃうっていう思い込み、うん、でも実際は野党もいるわけですから、そうですね、あの国会で本当に、岸田さんが首相になれるかどうかっていうのはね、うん、まだ決まってはいない、そうですね、ということもね含めて、うん、なんかちょっとはしゃぎすぎっていう感じはねしますね。一応普通選挙やってる国なんですけどって、うん、で誰が選んでんですかって本当に、うん、思うし、みんな その手に乗ってるし、みんなで罠にはまってるところがすごく腹立ったし、うんうんうん、そんな本当にあのあからさまに掘られて罠にみんなでわーいって言って飛び込んでるようなもんだから、うんうん、本当にテレビ局の人はよくよく考えた方がいいと思います。政治って何かっていうのを、まあ、多分ね、実際にあの露出が多かったっていうね効果だと思うんですけれども、その政党支持率っていうのもまあ、菅さんですごくこう落ち込んでいる中、こう若干こう上向きというかね、まさにあの2番目の項目にね政権浮揚って書いてありますけれども、まあちょっとそういうような傾向もまあ見られるということなんですけれども、まああのメディアの扱い方についてはまあ皆さん批判、私もそうなんですけどね、まあそういうふうにまあ普通を感じますよね。ちょっとおかしいんじゃないかなっていう。で、まあ今回のおかしいおかしいおかしい、もうみんなでおかしいおかしいって言わないと治んないと思う。治んないですよね。うん、本当テレビすごかったですよね。おかしい、だから勘違いしてるんだと思うんですよ、うんうん、なるほどね。日本の民主主義、まあ、民主主義を勘違いしてるのかもしれないし、うんうん、あの自覚がない、自分たちの放送仕事っていうものがどう民主主義と関係あるかっていうことに自覚がないと思う、うんうん、っていうのが表れてたと思います。まあ、あのそれも、まあ、もちろんそれはその通りなんですけど、まあ、その一方でそのじゃあ一体その総裁選の中で、ね、どんなことが議論されたのかという、部分でちょっとあの皆さんにご意見を伺いたいんですけれども、まあ、一つはその、これまで その、まあ、いわゆるその安倍菅政権に対する総括というのは多分聞かれなかったと思うんですね。でもし菅さんが、立候補されていて、当初は、多分菅さんと岸田さんは早くからもう
菅さんが出るという前提の時から手を挙げていたので、本来岸田さんは、菅総裁に対して自分が総裁になりたいということは否定、つまり 現政権を否定するから私がやりたいという、こう意気でこう出たと思うんですけれども、まあ、実際じゃあその選挙戦が始まってみるとね、その、まあ菅さんはよくやったとかっていうことをこう4人の候補はまあ4人ともね、まあ、ちょっとこう言葉 あの差はありますけれども同じようなまあことを言っているっていう中で、で、なぜか、突然安倍さんが高市さんを、推薦するとか言い出したりとかですね、まあ、事前の下馬評では、ね、河野さんがすごく人気があるんじゃないかと言われていたんですけれども、蓋を開けてみると、なんと、1回目からですね岸田さんがトップみたいな、まあ、そんなちょっと混戦模様みたいなこともあったんですけど、その辺、まあ、先ほどちょっと水野さんが、ね、あのその本に解説したのどうして岸田さんかみたいなことをどんなこと書いてあったんですか、そのいやというかね、この本はまだ岸田さん決まった時に、ああそうですね、そうですね、昨日 あのトークの中でね、はい、まあ、いろいろ話が出ましたけど、あのまあ、言ってみればやはりその今回の、岸田さんっていうのは今までの安倍菅の、方向のね、うん、その確認でしかないと、あ、はいはい、いうことがね、うん、あって、まあ、言ってみれば次の議題であるその、野党にとってこれは非常に、うん、あのまあ、ある意味野党を守ったみたいなね、はいはいはい、さらに細かく言えば野党のリーダーたる枝野さんを守ったというような、うんうん、あの結果だろうということなんですね、うん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 、それでまあ言ってみればその何だろうな、岸田さんがあの菅さんがやるとしても自分も出ると言ったっていうところは、うん、まあ、そこはねあの僕は評価できる部分だろうと思うんですね。っていうのはまず二階さんを念頭に置いて、うん、もう自民党の役員っていうのがね長くその君臨するっていうようなことはおかしいだろうと、おかしいと言ってましたね、はい、だからこれはあの1期1年で3期までとかね、うん、いうようなルールを作るべきだというようなことを言って、まあ、二階さんに一応まあ、そういう引導を渡したみたいな、ね、引導を渡したというようなこともあるし、まあ、菅さんに対してね、まあ、あのアンチ菅で出るという立場を表明したということはね、まあ、それなりに彼は頑張った部分だと思いますね。それでまあそれと同時に、うん、そこに今度はその先ほどお話しあったように高市さんというのが出てきて、はい、この人はもう露骨なまでに、まあ、IT を使って、うん、かなりその ブーミングをね、はい、していくと、特にネット上での人気がすごかったみたいですね。ですよね、はい、でまあこれもちょっとおかしなやり方だっていう気もしますけど、うん、それに加えて安倍さんがあのすごい勢いで、応援をしたというようなこと、アベノフォンとかってなんか直接電話してたっていうね、報道もありましたね、はい、うん、自分で携帯でね電話して、あの高市を頼むっていう話をしてたというようなこと、これにもね、まあ対抗して勝ったと、うん、それからもう一つは河野さんのやっぱり圧倒的な人気、うん、でまあ、河野さんのところには石破さんがついたりね、あ、そうでしたね、はい、小泉がついたりということで、うん、非常にそのまあ、自民党の中での人気トリオが揃ったみたいなことで、うん、まあ、かなりあれですよね、票を取るんじゃないかというね、はい、票を取るだろうという期待があったわけだけど、それに対してもまあなんとか勝ったと、うん、いうことで、まあ、その岸田さんはかなりね頑張ったんだろうと、うん、頑張ってきたんだから、その先で非常にその自民党の役員人事であるとか、うん、それから組閣であるとかいうことで、またそのバランスのいいね、今までと何も変わらないじゃないかっていう自民党の路線を継承するっていうことになるとね、うん、これは何のための総裁選だったのかということが非常に問題だということがね、昨日もだいたいテーマとして言われ、うん、語られたっていう感じがしましたね、うん、だからねやはりね変化を求めてんですよ今、うん、本質的にはね、うん、にあの我々はですよ、はい、まあ国民全員がとは言いませんけど、うん、やっぱりコロナが大きい、
そして、まあいろいろな意味での不祥事がね起きっていう中で、まあ、自民党も変わらなきゃいけないっていうことを、うん、あのみんな考えてると思うんだけど、うん、それが結果としてなんかプロセスでは少し変わりそうな、うん、まあ、河野さんの登場であるとかね、そうですね、まあ、岸田さんが思い切ってそのインドを渡したとかね、はい、まあ、そういう中でこう感じられたのが全部終わっちゃったと、うん、結果として、あ、結果として、ね、消えてしまったと、うんうん、いうことがね、私はやっぱりこれ一番我々は失望した、うん、ところではないかなと思いましたね、うんうん、なるほどね。あのすごい乱暴にこう印象論で言うとね、こう、うん、あの4人の中で、なんとなく野党的だったのが河野さんと野田さん、うんうん、で、まあ、なんとなく与党的だったのが高市さん、うん、で真ん中がやや与党寄りっていうのが岸田さん、うん、っていうようなこう印象で、まあ、例えばその夫婦別姓なんかだと野田さんはまあ推進、まあ、もうバリバリ推進だし、まあ、高市さんはバリバリ反対、うん、で、核燃料サイクルはもう河野さんはもうあの即やめるっていうのを言ってるし、まあ、他の3人は、継続みたいなところでですね、なんかちょっとこう色が分かれた。で今水野さんおっしゃったように、もしかしたら河野さんがなったらなんとなくこう世の中が変わる、政権交代っぽいなみたいなこう空気が出るんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、結局は派閥の論理で岸田さんに落ち着いた。これまあ野党的にはいいのかもしれないんですけども、うん、国民的にはどうなんだろうみたいなね、その政策的な面でなんかこう気がついたこととか吉田さんありますか。あの岸田さん前にあの、あのこの 2,3 週間ですけれども、はい、あの立憲の大阪さんとあの BS のテレビに出てまして、はい、うんうん、でその時にやはりあの格差の問題をかなり言ってらして、はい、まあ、新資本主義みたいな、ね、言葉、はいはい、確かそこで使われたような気がするんですけども、やはりこれまでのある意味ではアベノミクスに代表されるような、うん、経済政策のあり方というのは、うん、あの柔らかい物言いではあったけれども、うん、かなり批判されて、うん、あ、岸田さんがね、岸田さんが、はいはいはい、そうするとあの隣にいた大阪さんが、うん、あの私たちと一緒ですねって言ったら、だから進めましょうよっていうふうにおっしゃったら、うんうん、いや立憲とは違いますっていうふうにね、うん、まあ、ちょっとそこでね、うん、あの一緒にやっていきましょうって言えば、うんうん、ちょっと印象良かったのにななんて思いましたけれども、ね、だからやっぱり彼の中ではやっぱりこれまでのアベノミスクに代表されるような経済政策で、うん、あのかなり格差が広がったっていう、うん、あの認識はお持ちなのかなっていう、うん、そういう期待はちょっと私実はあるんですね、うん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 、だからあの今、山口さんおっしゃったように、うん、河野さんが例えばこれで勝っていたら、うん、ある意味では本当に政権交代が起こったようなね、錯覚を私たちは起こしてしまうんですよ、はいはい、うん、そうですね、はい、だからそれはむしろなくてよかったのかなと私は個人的にねうんうん、うん、思いますし、うん、でやっぱり組織の中っていうのは、うん、やっぱり組織の中に長くいた人間としては、うん、やっぱりいくらこうおかしいと思っていてもなかなかそれを、うん、一朝一夕に変えることっていうのは相当難しいだろうなっていうね、うんうんうん、だから河野さんだってかなり候補手を挙げてからは相当物言いが、はい、原発に関しても、うん、そうですね、天候かって言われるぐらい、うん、爪を隠してしまったっていうところがありますよね、うんうん、だから隠してもいいんですけど、やっぱりちゃんと信念として持っておられれば、うん、政策に反映されると思うので、うん、特に私はその岸田さんの その格差是正ということに関しては、うん、はい、少し未だに、うん、期待がないわけではないんですね、うんうん、なるほどね。牧田さん、まあ、確かにこうメディアは本当にどうしようもない感じだったんですけれども、まあ、この4人が主張しているさまざまなことの中で、まあ、岸田さんがなんとなく選ばれた、その辺については期待とかありますか。そもそも、はい、菅さんが辞めるって言ったのと、うん、総裁選を総選挙の前にやるって言った時点でもうあまりに見え見えの、うん、こう期待感だけ高めて、うん、そう自民党の、まあ、支持率というか自民党の人気がどん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 落ちてるから、うん、それに歯止めをかけようとして総裁選をやってるわけ で、うん、そうですね、結果こうなるっていうことはもう、うん、本当に予定調和の何者でもなくて、うん、もう最初から決まってんのによくもみんな、うん、その土俵に乗って踊るよなっていう感じなんですよね、うんうん、だそもそもがだから岸田さんがなって、うん、ほらやっぱりじゃないですけれど、うん、
なんていうか、あまりに呆れてっていうか、うん、もう菅さんが言い出した時点でもうこうなるってことは分かってたじゃないですかってすごく思うのね。だからあの私そんな政治にも詳しくないし、うん、そんな内部事情とか派閥がどうのとかもおかしいけど、そもそも誰が誰のところに挨拶しに行ったっていうのをテレビでニュースで流し始めた時点でもうめちゃくちゃ怪しいっていうか、それでそっちへ引きずられるなよっていう感じなので、岸田さんには何も期待してませんっていうか、いいですよ、あの交代して菅さんよりはいいんでしょうけれども、あの皆さん期待するのやめた方がいい。期待感を煽るだけの仕事なんだから、でちゃんとそれはあの仕事はしたんですよ。政治家の人たちっていうか自民党の人たちは着々とその自民党への期待感を上げるっていう、うん、まあ、見事な仕事をなさったわけで、うん、それをあのどうするかですよ、うん、だから自民党支持者もいるだろうし、そうじゃない人もいるかもしれないけど、その政治って人気投票でもないし期待感でもないから、本当は期待感、実際何をするかだから、うん、どうして欲しいかの人に投票してそれをやってもらうっていうだけのシンプルなものなんだよっていうふうにしないと、その期待感とか人気とかで話し始めると違う方へ行っちゃうと思うので、あのそれあの良くないと思います。まあ岸田さんが何をするかっていうのはもちろんあのどうするかなとは思うけど、でも今まで喋ってること聞いてあのそんな変わんないじゃんって、やっぱり安倍菅したっていうことで、うんうん、まあしょうがないよね、自民党なんだからって思うっていうことです。うん、あのまあさっきね、あのお話、吉田さんの話もあったけど、新自由主義に対して、はい、やっぱりちょっと違うんじゃないかとかね、うん、アベノミクスについても否定はしないけど、うん、まあやっぱり分配っていう考え方がなかったと。でこれはもう僕なんかも前から言ってることで、はい、お金すんのは大いに結構、うん、でだけどそれがちゃんと分配されてないと、うん、で特にあの国民のレベルにまで分配されてないということが、はい、そうですね、うん、アベノミクスの一番の失敗なんだと、うんうん、いうことを言ってきてますから、うん、それについて言及したというのはね、うん、あのまあ、いいと思うんですよ、まずは、ね、うん、ただね具体策がないんですよ、うん、具体的にねその国民一人一人まで分配をしていって経済を、うん、あの景気をね高揚させるっていうことが、うん、まあ、今経済対策の中で一番必要だっていう考え方がなくて、たまたまコロナということにおいてまあ本当にお印程度にお金を10万円渡したというようなことしかやってない。でそうじゃなくてね、もっとあの仕事とか生活暮らしの中であのお金がどん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 世の中回るようにね、うん、していかなきゃいけないっていうような政策を、うん、やっぱり今回も誰の、まあ、ほとんど野田さんなんかが一番あのそういう感覚っていうのを持ってたような気がするけど、うんうん、他の3人は持っていたとはちょっと思えないっていうのがありますね。それはちょっと寂しいところ。それからやっぱりその今回 の, その 4人の候補っていうのも、まあ、前北さん言われる通りで非常に予定調和で考えられてて、うん、まあ、あの革新的な、うん、河野さんと、うん、それから保守的なあの、高市さん、それから、まあ、そのバランスを取っている、あの岸田さんっていうようなね、はい、ところで、まあ、それから加えて言うとその多分野田さんは、うん、河野票を割るために出されたという、うん、出された決闘ところだと思います、うん、それと男性女性も2人ずつとね、うん、いうようなことでちゃんとそういう、バランスジェンダーバランスも考えてますよっていうようなね、うん、なことでね、うんうん、やったと思うんだけど、うんうん、あの僕は結構今回のであのそのなんていうか注目っていうか非常に損な役割はしちゃってるけど、うん、野田さんっていう人のね、うん、存在感っていうのが、うん、分かる人にはね、うん、非常にアピールしたじゃないかなっていう感じすごくしますしね、うんうんうん、まあ、それと同時に河野さんがやっぱりもうちょっとうまく、うん、あの人気をねあの議員の間でも人気を取るようなことをしないと、うんうん、やっぱりあまりにも議員票がね取れなすぎたと、はいはいはい、いうようなことも含めて、うん、まあいくつか次なるテーマ自民党のテーマっていうのは出てきたかなと、うん、そこにねせめてもの期待をつなげたいなっ
ていう気はしましたね、うんうんうん、なるほどね、うんまあ、今水野さんおっしゃったようにやはり4人の候補者の中で、うん、あの女性、まあ、高市さんを含めてですけれども、うん、女性の話し方あるいは、うんはい、あの受け答え、ちゃんと問いに対して、答えが返ってくるっていうそういうのは、まあ、あの4人ともそういう意味では、まあ、菅さんがその前にいらしたから余計そうなんでしょうけどもかなり意識していたしそれがあのここ個人 の, あの意識なのかそれともやっぱり自民党全体の中でやはり、これ以上あの菅さん的な人を出してしまうと大変だっていうね、はいはい思いがあったのか その辺は戦略として分かりませんけれども、うん、でやはり見ていて、高市さんの内容別としてやはりあのかなり、こう表現力っていうのはやっぱり伝えようとする気持ちというのは、うん、あの女性の方が高いなっていう感じがすごくしましたし、うんうんね、特に野田さんの今おっしゃったように野田さんのやっぱ主張っていうのは、うん、あの自民党の中にもこういう人がいるんだっていう、ねうん、ことをあの、うん、ある意味では知らしめたんじゃないかなっていう気がしますよ ね,、うん、なるほどね。これはでも野党も私言えることだと思っていて、うんうんうん、あのやはり一方的な野党の方はいろんなことをおっしゃるけれどもやっぱりすごく一方的なことが、うん、やっぱりちゃんとこうね問いと答えになっていないというか、はいはい、あるいはもちろん一方的に話す場面もあるけれどもそこにどういう自分たちは問いをたくさんもらっていて、うん、それに対するあの答えとして今考えてるんだっていうこういうなんか双方向性みたいなものがね、うん、やはりあの例えば野田さんなんかすごく感じられたし、うんそういうことがやはりこれからどうしてもメディアを使ってね特にネットなんかを使って、うん、あるいは YouTube で、うん、とにかくあの常にいつでも再生できるみたいな状況ですから、うん、そういうところもやはりちゃんとしていかないと、なかなかその国民の声を代表する政治家っていうところ、うん、という人たちが、うん、出てこないんじゃない、まあ、いたとしてもねやはり、うん、あのその通路を持ってなければ、うんうん、なかなかね、うん、あの難しいんじゃないかということもちょっと一方で感じました、ね、なるほどね、うん、そう僕ちょっと大事なことを言いたいと思って忘れてたことがあってやっぱりもう一個忘れちゃいけないポイントっていうのはこの人たちつまり自民党の人たちは1年前に菅さんを選んだ責任があると僕は思うんですね、うんうん、で結局、まあ、最後多分菅さんずっと出る気だったのに、まあ、降ろされたわけですよね出れなくなったつまり菅さんじゃダメだとつまりそれは菅さんの人気が落ちたから多分ダメだと思うんですけども、まあ、それはつまりやってきたことが評価されたその結果人気が落ちた支持率が落ちた選挙がやばいって話だと思うんですけどただ1年前にあれだけ圧倒的多数であんたたちが選んだ菅さんですよそれケロって忘れてこの4人で誰がいいかってやってるっていうのはちょっと僕ずっと違和感がありましたそのことはやっぱりちゃんとねこの自民党の人たちはまず思い出して菅さんの製造責任をまず取ってくれって思うんですけどもあのそれはさっきねちょっと、昨日、一昨日ぐらいからすごく話題になっているのが、岸田さんの、まあ、ちょろちょろ漏れ出した人事、まあ、中でも、甘利さん甘利明さんを、幹事長つまり自民党の、まあ、事実上の社長ですよね、まあ、総裁の次に、自民党を牛耳るその、まあ、中心人物今まで二階さんがずっとやってたところに甘利さんを据えたことに対して非常に賛否の声が出ています、まあ、おそらくは、岸田さんを、支援してくれた麻生さんとか、安倍さんの、まあ、意向が反映しているんじゃないかと言われているんですけども水野さんこれとんでもないですよねやっぱりどうでしょういや、ね、だからこれも 3A と言われた安倍、はい、麻生甘利という、ね甘利はいはい3人組ですよね、うん、で、まあ、甘利さんというのはなかなかバランス感覚というかそれはいい人だとは思うし、うんまあ、その党の最高責任者に、うんまあ、あのいいんだろうと思うんですけど、うん、ただねやっぱりその岸田内閣がによって変わるあ岸田内閣というか岸田総裁によってね、はいうん、あの自民党が変わるっていうイメージは、うん、残念ながら、うんまあ、これ絶対に取れ、うん、できなかったですね、はいはいうん、だからそういう意味ではねやっぱりそこは象徴的であってもうすでに岸田派の、議員なんかの中からも本音レベルとしては、うん、なんか結局安倍菅の継承でしかないじゃないかと、うん、でこれ大臣が出てくるとさらにねもっとそうなんじゃないかと、うん、もう一部昨日はあれですよね外務大臣、ね、茂木さんがそのままあの継承っていうね、はいはい、話もう出てきてるし、うんうん、
もうまさにそういうところでの期待感は日々薄れていってしまうんじゃないか、うんうん、でまあおそらくまた女性と若手とっていうのはね、うん、アリバイ証明のように入れていくということはやると思うんだけど、うん、それが本当に適材適所のね、うん、あるいはその岸田さんの戦略を持って選ばれた人選になっていくかっていうと、うん、もうこれはねもう絶対忖度の人事になっていくことがもうすでに決まってきちゃってるっていう感じがすごくしますよね、うんうん、そうですね、うんうん、まあ、甘利さんはね、まあ、蒸し返せばその、まあ、IR に関する、ね、工事で、口利きをしたのではないかということで工事業者から、大臣室で、現金を受け取っていたと。で現金を受け取ったこと自体は、まあ、甘利さん自身も認めている。でそれを、僕が問題だと思うのは時期が来たら説明しますと言ったまま結局病気になったとか、なんか睡眠障害でしたっけ、睡眠障害が起きたとかって言って逃げ回って今日までもう2年以上経ちますよね、数年経つんですけれども説明されてないというところがやっぱりやましいことがないんであればきちんとその件についてなぜ現金を受け取ったのか、どういう趣旨だったのかということを含めて説明していただければいいと思うんですけども、そういう方がその、まあ、党の最高責任者ということになるとね、やっぱりちょっと不信の念を抱いてしまいますね、うん、それから今女性という、ね、言葉が出たんですけど小渕優子さんも、入閣するんじゃないかというか、まあ、要職つくんじゃないかということを言われていて、吉田さんこれ小渕さん自身も、ね、例 の、うん、あのパソコン、ね、ドリルで壊したり、あの講演者は何だっけ、歌舞伎座じゃなくて何だっけ文芸座でしたっけ、文芸座でバス旅行を連れてったっていうのが全部こう書かれていながら、まあ、彼女自身の釈明っていうのはないんですよね。だからそういうところがやっぱり岸田さん説明っていうことをすごくキーワードで使われているのに、その辺ちょっと説明がない人をちょっと起用しすぎじゃないかって気もするんですけどどうでしょうね。まあそれがだから今の自民党なんだろうなと思います。だから森かけももちろんそうですし、はい、だから安倍さんの森かけがあれむやむやになってしまってますから、それから比べると小さいことだっていう感覚にやっぱり自民党なってるんだろうなっていう気はしますよね。そうですね。だからそういう意味ではその辺がもう野党はついてくる、当然つかないちゃつくべきですから、やっぱり政権上それなりに岸田さんは大変だろうなっていう気がしますよね。だけどもやっぱりそれに慣れすぎてしまっている自民党ももちろん問題なんだけど、盛りかけだってやっぱりもっともっとずっとメディアはね問題していくべきだと私は思っています。だからでもそういうのをこうやるといまだに盛りかけとかね、もういいとかね、いう声もね、どうも散見されますよね、ネットなんかの中では。だからそういうやっぱり政治に何を求めるのかっていうことで、やはりそこはきちんとしてないと、やっぱり政治家ってさっきも水野さんおっしゃったように再配分のところを、はい、そうですね、受け負ってるわけですよね、はいはい、この再配分でちょっとどっかでごまかしたりね、してるっていうことなわけですから、だって原資は全部あれ税金ですね、税金ですから、はいはい、そこにやっぱり私たち自身もいや盛りかけは絶対見逃しちゃいけないんだっていうね、これでもやめにしちゃいけないんだっていう姿勢をやはり私たち自身が持ち続けないと、ダメかなっていうね、ただやっぱりメディアを見てるとなかなかその辺がもう盛りかけはいいよっていう空気もやっぱりちょっと若干あるような気がしますしね、そうなんですよ。だから、まあ、もちろん自民党という党もそうだしメディアもそうだし、それからもしかしたら有権者もねちょっとその疑惑みたいなことに対してこう甘くなってるんじゃないかなっていう、こう気がしますね。その疑惑追及に関して言うと、まあ今おっしゃったね森かけ、まあ、桜ですねの問題について、まあ、再調査するかという、まあ、質問っていうのがこの総裁選の中で何度もされてるんですけれども、まあ再調査を匂わせたのは、まあ、野田さん一人で、まあ、他の3人の方は再調査しないで、岸田さんはもう、総裁に選ばれたから何度も同じ質問されてますけど、まあ、基本的に今行政が、調べたことであり、まあ、かつ、捜査機関も一応もう結論を出していることだというようなスタンスになってます。であえてちょっと読み上げますと、今その、要職、党の要職とか政府の大臣とかで名前が挙がっている甘利さんは、
2016年1月に、都市再生機構 UR ですねに対しての口利き疑惑で、経済再生大臣を辞任、まあ、一応その後不起訴にはなってますけどね、彼自身説明していません。で、小渕優子さんは2014年10月ですね、後援会の感激ツアー問題をきっかけに不透明な会計処理が明らかになり、元秘書が有罪に。で、まあ、彼女の場合は証拠隠滅のためにパソコンをドリルで壊したというですね、まあ、非常におまけみたいな話がついています。それから高木さんという、元復興大臣の、もう名前も取り沙汰されていますが、高木さんは過去に女性宅に侵入し下着を盗んで現行犯逮捕されていた事実が報じられた、本人は否定しているというね、まあ、そういうような疑惑をですね、きちんと説明しないままこう起用されるというところがやっぱりこうちょっと今の日本の政治どうかなという感じするんですけど、うん、前北さん、このスキャンダルに対するこの有権者、それでも自民党選挙勝つじゃないですか、うん、どうしたらいいでしょう。それは僕繰り返し言わなきゃいけないと思うね、うん、今みたいに、ね、思い出させるように、うん、はい、それは、賄賂をもらっちゃ政治家はダメなんですよ。そう、賄賂をもらう政治家には断固としてノーっていう意識を国民が持たないと、なんかこう自民党の話とかを見ていると、この総裁選のお祭り騒ぎを見ていると、みんな賄賂をもらう政治家の方が好きなのかなって思うんです、うん、本当に、うん、っていうか自民党ってそんなに人気があるのかなとも思うし、人気で話はしたくないけど、だから政治と人気は違うし、で賄賂をもらう政治家の方が好きっていう人は投票しちゃダメっていうか、それは勘違いだから、うん、でそれこそ本当に植民地だなって思う。植民地って賄賂だらけだから、それはもう植民地の典型だから植民地ダメって、植民地民主主義じゃないからダメっていうことになってるわけじゃないですか。政治ってもっとシンプルにしないといけないし、根本は賄賂はダメなんですよ。政治家は賄賂もらっちゃダメだし、それは国民から泥棒してるわけだから、で泥棒されるの嫌だって国民が言わないと、なんか今はなんか泥棒してる政治家を許す寛大な国民だわ私ってっていうところに満足してるような気がして、全然違うと思うし、つまり、ま、なぜ賄賂を送るかですよね、便宜を図るかっていうこと、それはかか裏返せば必ずどっかで便宜を図るっていうねことと、取引を図るっていうのは税金を盗んでるっていうことなんだよって、国だとか、まあ、国民のために政治をするっていうのは税金をきちんともったいないって言って使う、ちゃんと国民のために使うっていうのが政治なわけだから、それをこう違うところへ持っていくために賄賂っていうのは出すわけだから、そう冗談じゃない、その自分が納めた税金をバカにすんなっていうのをちゃんと政治家に言わなきゃいけないのに、なんかその賄賂っていうものが誤解されてるような気がする、うん、自民党の総裁選見てると、うん、賄賂もね、もちろんけしからん話で、でもこれは世界各国どこでもそういう話ってあるんですよ。そうですよね、残念ながら ね、 やっぱり最大の日本人の問題点っていうのは、うん、何事もすぐ忘れると。そうなんですよ、はい、ね、うん、昨日もねそこの議論で相当盛り上がったんですけど、はい、なんでこのすぐ忘れるのかっていうことね、うん、これ例えば韓国とか中国とか同じ東アジアの国でも、うん、もう彼らは決して忘れない、しつこいぐらいに、うん、言い返してきますよね、うんうん、続けますよね。だけど日本人っていうのはそういうことをなんか喉元過ぎたらすぐ暑さを忘れるっていうかね、まあ、そういうことを全部こう記憶から飛ばしてしまうということ、うん、まあ、これはいい面ももちろんあるんだけど、うん、こういう大きな問題についてね、うん、言った時にはやっぱりその政治家っていうのはこれは必ずコンプライアンスっていうようなものを 130% ぐらいちゃんと守んなければいけない立場の人間ですから、それに対してまでね寛容でありすぎるっていうのはね、ちょっとやっぱり日本人の俺はなんか体質というかそこに問題がある。なんでそれほど日本人というのはいい加減になってしまったのかっていうのがよく分かる、ね、そうですね、まあ、というかアンケート取りたいと思うんですよ、うんうん、賄賂をもらうのが政治家だとか、うん、賄賂をもらってない政治家なんかいないとかいう人のをよく聞くんですよ、うんうん、だけどそれはもう根本的に間違ってるっていうか、ダメな、なんか
いいこととダメなことがごっちゃになっちゃってるから、うん、そうじゃないよっていうことのを確認するためにもアンケート取りたくてそう一般市民のですよ、うん、なんか賄賂をもらってる政治家はダメなんだっていう度数を測りたいですよ、うん、いや、まあ、そこはね多分コンセンサスができていると思うんですよ。だからそうかな、うん、ただだから水野さんおっしゃってるようにこいつはそういう金をもらった人だよとかそういうずるいことをやった人だよとか地位を利用して、まあ、私腹を肥やした人だよっていうことを忘れちゃうんですよ。であとちょっとまあけしからんなと思うな。でも忘れちゃうんですというよりは思い出させるのがマスコミの役目ですよね。そう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 、それはね。そうです、そうです。忘れるんじゃないと思いますよ。いやいや、忘れるんです。忘れる人が多いんじゃなくて、はい、ていうかマスコミの人が忘れるんだと思うな、だとしたら。ね、それともう一つは、その選挙を過ぎるとみそぎが済んだっていう言い方するじゃないですか。これみそぎってなんだよっていう。新聞記者はね。金返したのかよっていうこととかね、要するにちゃんと責任取ったのかよって思うんですけども、そういうみそぎが済んだっていうような言い方をして、それから。それって謎の政治用語なんですよ。はい、一般用語では使わない、その競馬に例えてみたり、みそぎだとかなんだとか、挨拶回りもそうだけど、なんか普通の社会ではあまり使わないことを、なんですか、政党版の、そう、番記者の人たちがやたら口にするのが腹が立つ。そうですね、それおかしいって、ね、古いから、古い政治だから、植民地時代の、その、日本が占領されてた時に形作られたものがまだ生きてるから、その、番記者たちの意識が、まだ、その、コロニアルなところに留まってるのを感じるんですよね、すごく。それはあるかもしれないですね。うん、批判的に言ってすいませんけど。まあ、僕の知る限りですと ですけれどもやっぱりそのずっと永田町を取材している人たちは記者の人たちはなんとなく永田町の論理に流されるしそれからおまわりさんを取材している人たちはなんとなくやっぱりそのおまわりさんと同じような意識になってしまうという、まあ、そういうなんていうのかな傾向はありますね。で一点だけ指摘しておくと僕はずっとそれが謎で不思議で変えた方がいいなと思うのはやっぱりこう選挙期間中とかねスキャンダル報道全部やめるんですよ。これですね、公選法上まあ、いけないということになって、まあ、すごい微妙なんですけど解釈がね。だけど基本的にも新聞もテレビも時々週刊文春がやりますけどね、一部の週刊誌はやりますけどもほとんどの大手メディアは、今言った例えばその、UR から金をもらっていたとかその、ドリルでパソコン壊したとかっていう話は一切しなくなります。それが忘れる原因ですよ。そうです。だから忘れたように感じるんですよ。そうです。結局ねそういうところなんですよ。それは なぜしないんですか。それ公職選挙法上を、なんていうつまり投票行動に影響を与えるような、まあ、報道をしてはいけないみたいな、要するに公平に扱いなさいっていう、だからそれが逆手に取られてるんですよ、うん、利用されてるんですよ。だから利用されてるんじゃなくて結果として利用されてるんですよ。そうです。要するに、新聞社の側は事なかれ主義です。事なかれ主義というよりはなんか公正にしようっていうところが逆に取られちゃっていて、それで健忘症の原因、国民の健忘症の原因、その大手マスコミの中の不問率のこう社内のルールみたいなもんですよね、マスコミの。それが外の世界に影響すると国民ってなんでそう忘れっぽいんだろうになっちゃうんだと思いますよ。それは公平っていうのは確かにその立候補者の間の報道の量としては公平になるかもしれないけれども、選挙民に対しては大事なデータですよね。そうですよね。情報ですよね。全然不公平ですよね。つまりその情報を隠されているという状況になっているわけですから。だってそれ事実でしょ。だってそうですね。それもやはり、控えてしまうわけですね。控えてしまう。まあ、でも結局ね僕はやっぱり文化的なね、意味とかね国民性とかっていうところに、まあ、全ての根源はあるような気がして、つまり日本人ってハングリー精神を全く失っちゃってるんですよね今、だから実際日本って結構その貧困率って高いにもかかわらず、そういう人たちですらねその自分たちは貧困だっていう意識はどっちかというと薄いですよね。そうですね。あと給料が安いとかね、給料安いとか、だからもうデータ見るとびっくりするほど日本っていうのはもう20年ぐらい全くフラットな状態でしかない、そうですね、下手すると下がっちゃう、いや下がってます、はい、いうことをね怒らなければ、つまり国際社会と比較して、なんで日本だけこんな状況になってるのかって言ってね、
怒、うん、らなきゃいけないっていう意識がない、うん、それ言うんだったら、うん、フェアっていうセンスが薄いっていうような気がします。そう、公正っていう日本語はあるけど、うん、フェアじゃないよねっていうのがうまく日本語にならない、うん、ってことは、うん、そのだからなんで自分だけ貧しいのっていう時に、そう、賄賂もらってる政治家にフェアじゃないじゃんっていうのがなかなか通じないっていうことがあるから、うんうん、その公正じゃないものを、あの公正じゃなくちゃダメなものを公正じゃないぞっていうタイミングというかチャンスが少ないっていう意味じゃ水野さんが言ってる通りだなと思います。うん、あのまあ、ちょっと岸田さんの話に戻すとね、はい、あの岸田さんっていうのは宏池会の、まあ、今トップ で、うん、で昔から宏池会っていうのは自民党の中でも非常にバランスのいい、うん、中道 の、はい、政党あの派閥であって、はいはい、でまあともかく奥下さん集団と言われるぐらい、はいはい、うん、お行儀のいい人たちの集団っていうのだったわけですよね、うん、でも今その宏池会っていうのは本当に風前の灯しみたいになったりしてはいるんだけど、うんうん、まあ岸田さんが頑張ることによって、はい、そのそういう昔の宏池会文化というのを今また出てくるのかなっていうところなんだけど、うんうん、今の時代ではね、宏池会の役割っていうのが全然違ってんじゃないかと、昔と、うん、昔はやっぱり右にしろ左にしろ非常にあの激しい人たちがいて、まあ、55年体制という中でいろいろやってきた、はいはい、わけですけど、まあ、そういう中での宏池会の役割っていうのが今求められてない、うん、っていうことはね、宏池会的なあの岸田さんっていうのは、うん、すごく忖度の権化みたいなもので、うん、バランス感覚で、うん、っていうことになっていくんだろうと思うんだけど、うん、今本当にその積極的なバランス論をやるとすればね、先ほどちょっと吉田さんおっしゃってたけど、あの立憲民主とね一緒になって、あのもっとこう日本を良くするためにはこうじゃないかっていうことが自民党がやれる、うん、あるいは共産党とね、うん、あのそういうあの話し合いのチャンネルを作るとかね、うん、なんかそういうことまで踏み込んでいかないと、うん、今の時代の、 あの宏池会の役割、うん、岸田さんの役割っていうのはないと思うんですよ、うん、でそこまではしない、うん、期待できないっていうのがね、うん、一番の問題、うん、ということは何も変わらないんじゃないかっていうことでしかないんですよ、うんうん、そうですね、本当にがっかりしましたね、私もあの発言を聞いて、うん、あなたたちとは違いますっていうところで、だって話をずっと聞いてると、いや同じような政策打てるんじゃないかって、うん、それこそ期待するような話の流れになってたのに、うん、あのまさしくあの大阪さんが私たちと一緒にですよねそれって言ったら、うんうん、いやあなたたちは違いますってピシャッともうね、なるほどね、だそういう話だって、やっぱりあのしかも格差が広がってこういう状況って日本だけの問題じゃないわけですよ ね、うん、そうですね、うん、グローバルにこの状況が広がってるわけだから、うん、あの政党同士がもっとねその近い人たちがその格差をどうするのかっていう問題に取り組む、うんうん、あの同じねあのこうそのイッシュってたくさんあると思うんですよ ね、 そうですね、ちょっと、ね、野党の話が出たので、ちょっと2番目の項目の新聞ちょっと先読ませてください。2番目の項目こちらでございます。まあ、そういう岸田さんに対して一方野党は国民的人気の高い、河野行政改革大臣が選ばれなかった結果に安堵しつつ、総選挙に向けて自民党に追い風が吹くことを警戒しています。岸田新総裁は安倍政権でも要職を務めていることから、共産党の志位委員長は自民党は安倍菅直系政治を選んだ、表紙だけ変えても中身は変えられないと批判、新内閣の政策を国会で正す一方、小選挙区で競合する候補者一本化に向けた調整も加速しそうですということで、まあ、野党が、まあ、こう野党共闘が、ね、できつつある中で、今、先ほどからおっしゃっているその経済政策ですよね、これね、あの今こう、立憲民主党の、これ、ホームページなんですけど、ちょろっと見ると、枝野代表が分配なくして成長なし、みんなを幸せにする経済政策を発表ということが書いてあるんです。この分配なくして成長なしって、ついこの間岸田さんも同じこと言ってたと思うんですよね。だからこの辺まさにその吉田さんもおっしゃる通りなんですけれども、皆さんこれやっぱりこうもう多分目指すべき方向は、安倍菅政権で、まあ、自助っていう言葉がすごく象徴される
まあ、いわゆる新自由主義ですよね、競争、競争大事で、安倍さんの時はアベノミクスといって、大企業と金持ちが儲かれば、いずれトリクルダウンといって貧しい人たちもみんな豊かになるといって、でも結局豊かな人たちはもっと豊かになって、貧しい人たちは全然豊かにならなかったっていうのはアベノミクスだと思うんですけども、そこを転換しようという岸田さんで、なぜこの同じことを言ってる枝野さんと一緒にできないのでしょうかね。水野さん、この辺どうでしょう。いやね、本当そこ不思議ですよね。で、枝野さんはね、今回年収1000万円程度以下の所得税の実質免除、そうなんですよ、まあ、これ期限はありますけど、はい、であるとかね、かなり思い切って、それから 5% の消費税減税ですね、はいはい、うん、っていうのあたりについても非常に具体的な提案をしてますよ、うんうん、そうですね、うん、でね、これをやっぱりじゃあもう自民党もこれ賛成ですって言って一緒にね、うん、やることぐらい、さらにもう一歩踏み込むぐらいのことをしないと、うんうん、岸田さんが出てきた意味って全くないと思う。そういうことになりますよね、うんうん、すみません、ちょっとねこの議論一旦 CM 挟んでまた続けたいと思います、はいはい、CM 来ないその CM 流しますっていう嘘になっちゃうから流す丁寧に洗うんだよ。手洗いキュッキュッキュ東京新聞。ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております。アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞、お申し込みはこちら。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております。今水野さんおっしゃってたね、立憲民主党、そうですね、年収1000万円以下の所得税の実質免除、まあ、ある期間を区切ってたと思いますけれども、このコロナで、ね、疲弊した、生活の苦しい人たちを救うという意味だと思いますけれども、それから 5% の消費税も減税、これも時限的にやるということですね。で、長期的には富裕層や、ごめんなさい、気になる財源は当面は国債で賄い、長期的には、富裕層や、超大企業への優遇税制の是正で捻出と。この間その安倍菅政権を通じてその、法人税減税とかやられて、つまり企業が有利になってきた部分をもう一回取り戻して、で貧しい人たちに再配分しようという、そういう考え方ですよね。まあ、共産党も、まあ、それに同調していてですね、コロナの危機の中で生活困窮者に一律10万円の特別給付金を支給、これね、水野さんおっしゃったように、ね、今まで1回しかやってないですよ。これアメリカ3回ぐらいやってますよね、確かね。まあ、それを、まあ、もう一回まあ共産党やりましょうと。それから最低賃金を全国一律1500円に引き上げるとか、生活保護を生活保障制度という、ね、名前に改めて、まあ、誰でも困った人は利用できるように変えていこうというような、まあ、ちょっと聞くとなんかどれもいいんじゃないかみたいな感じがするんですけど、なんでこれがなかなか実現しないのかということと、気になるのは、ね、吉田さんがさっきおっしゃってた岸田さんも同じような考え方なのに、なんでお前らとは違うっていう。どうぞどうぞ、はい、そもそも総裁選って総裁選は選挙対策でやったことだから、自民党にしてみるともう満点取って目標達成したから、その後でもう本音が出るっていうか、調子に乗って好きなように人事をやっていることで、で、まあ、誰がなっても一緒っつっちゃおかしいけど、その選挙に向かう自民党っていうことのアピールするだけだったから、中身であれこれ言うのちょっとおかしいって思っていて、でもっと言うと野党をコケにするとか無視すると野党っていうことも目的
であって、野党はもう全然自民党のレベルじゃないと、もう任せられませんよっていうこともアピールするっていうのも目標の一つだから、この記事、野党政権浮揚警戒っていうのはものすごい悪意ある記事になってて、その記者が書いてる安堵してどうのとか、その言葉の使い方おかしいってって思うんですよね。あの全然フェアじゃない、あのこれから皆さん選挙なんですよって、選挙の前にフェアであろうと新聞記者とかテレビ局とかが思うのであれば、フェアなように報道してほしいのに、なんかあったかもうその河野さんじゃなくてよかったって、その人気のことだけしか気にしてなくて中身のことは気にしてませんよみたいな、なんかそういうあのせせこましいっていうか小さいっていうか、そういうなんかコケにされて